はい、とりあえず外気のね、熱い空気こっちに流れてくるやつを、こういうやつでちょっと作ってみました。簡単にね、かなりこれ折ったかでも熱ないからね、一応これだけでは多分全部が全部逃がされへんって深くあるけど、まあ多少はここから逃げてんですよ、この間から。だからそれによってだいぶね、マシ、こっちに来る熱い空気が増しちゃうかなって、反対はこっちに逃げてるから、ね、一応こういう風に右ちゃんのとこの部屋も熱いんでね、ちょっと今からこれね仕上げます。はい、はい、こんな風に一応仕上がったけど、まあ、ちょっと前にね出てるんやけど、これは仕方ないね、ここ加工するかなんかせんな、無理です。これを押してるからね、これも取っ払うぐらいにした、全部それしかできないからね。一応こういう形でね、部屋にいました。ね、これが右ちゃんの部屋です。だいぶ暑いの真っ白なこれで、ね、はい、はい、右ちゃんの部屋もね、換気扇の室外機の空気逃がすのできました。全然暑くなくなった、これで外に逃がしてるからこっち全然暑くない。まあここちょっとは漏れとると思うけど、これで完璧ね。向こうもね、これに変えた方がいいかもわかんない。これ切れるからね、ここで。うまくなくて出したら、ね、完璧。全然空気漏れない。ね。全然熱くないですよ。これでかなり対策できたんちゃうかな。ね、はい。こんな感じで終わります。ね、快適。まあ、これもちょっとつけたけど、まあ、まだこれ完璧じゃないからね。またこれも考えて、ね、つけます。ね。夏だやろう。